ちゃん、やることないやる。ああ、天井のシミでも数えてろよ。これなんか右端から数えて5周目だからね。もう人の顔に見えてきたからね。ほら、あれとかしけたおっさんみたいだろうが。じゃあ、お前の名前はウィルソンだ。よう、ウィルソン。今日も元気に苦悶の表情を浮かべてるな。ところで、昨日の保健体育の授業って女子だけ別の教室だったじゃん。お前、そこで見てた？別に興味とかねえし、ただお前が見てたか気になってただけだし。銀ちゃんの冴えない中学生時代とか興味ないやる。友達いなくてボールに話しかけてたとか痛々しくて聞いてられないね。バカお前、ちっけえ。ちゃんと友達いました、マジで。大西くんとかあと大西くんとか。大西くんにとってはたくさんの友達のうちの一人だけど、銀ちゃんにとっては唯一の友達だったね。っていうか、大西くんからしたらちょっと話すくらいのただのクラスメートだったある。大西、あいつと仲いいの？いや、話しかけてくるから喋ってるだけ。大西くんはそんなやつじゃねえ。あれ？あ、でも一回も名前で呼ばれたことがなかったような。いい加減にしろ！何ありもしない思い出話してるんですか！今ものすごい地震と雷でしたよ。どう考えても何か事件が起こってますよ。ああ、新橋、お前なんかいつもよりシュッとしてねえか。え？なんじゃこりゃ！新橋、ダイエットあるか？色気づきやがって。ダイエットとかそんなレベルじゃないでしょ。メガネだけになってるよ。最近流行ってるらしいからな、糖質制限。でも俺はどうかと思うね。近頃じゃあれもダメ、これもダメ、そればっかりだ。もっとこう、若者には自由が必要だと思うね。私らの給料制限してる金ちゃんがよく言うね。ああ、糖分が足りねえな。新橋くん、ちょっとアイス買ってきてよ。スコンボもな。こんな体でいけるか！だいたい、なんでメガネだけなんだよ！どいつもこいつもコラボときたらメガネ！メガネネタ使いすぎなんだよ！あ、そういや、お前の 3D モデルを発注し忘れてたんで、フリー素材から持ってきたってバンナムのやつが言ってたわ。そんな理由かよ！しかもフリー素材！ああ、落ち着け。コラボが始まるまでには用意するって。いや、だからもうコラボ始まるんですって！あ？なわけねえだろ。いつも通りのよろず屋じゃねえか。だから外を見に行きましょうよ。たっくしょうがねえな。ほら見ろ、いつもの歌舞伎町じゃねえか。どこも変わったところなんか。ああ、これはコラボ始まるね。まだ何も準備してないある。銀さん、どうするんですか？とりあえず最初のあれやってごまかしとくか。ああ、このアプリは基本無料ですが、猫耳の美少女とかなんとかカリバー的な剣がどうしても欲しいという思春期男子や、イケメン声優の甘いセリフが聞きたい、エンドレスでリピートしてクソ上司の説教を忘れたい、なんていう疲れた OL たちの要望にも応えるため、一部に課金要素が含まれております。まあ、用法用量を守って楽しく課金してください。母ちゃんや上司にバレても東方は一切責任を持ちません。訴訟とかそういうのマジで勘弁してください。もっと他に言い方あるでしょ。あ、ちびっ子どもは勝手に課金しちゃダメだぞ。お父さんの安月給とお母さんのパート代は税金とお前らの学費で持っていかれるんだからな。だからそういうこと言うなって。